今より2000年前のことだ。伝説の魔剣士スパーダは悪魔でありながら人を愛し、自ら剣を手に取り我らのために戦ってくださった。しかし人々はスパーダの払った犠牲に対して感謝を忘れ、今や堕落の極みにあると言ってもいいだろう。もし今この時にあの忌まわしき悪魔たちがよみがえり、恐ろしい時代が再び訪れることになれば、我らか弱き人間が神の救いもなく、一体どうして悪魔たちに抗うことなどできよう。だからこそ心を合わせ祈るのだ。混沌が訪れても我らの神が再び我ら人間を救いたもうことを信じ、神に祈りを捧げるのだ。さあ祈りを。ネロ、どうしたの？俺帰るよ。まだお祈りが。眠っちまいそうで聞いてらんねえよ。逃げろ、早く応援を連れてくる。それまで死ぬなよ。当てにしてねえさ。
前が誰かは知らねえがな。そのニヤケ面ムカつくぜ。その定海拳で勝負と行こうぜ、おっさん。でもいいけどな。